とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワー周回やっていきたいと思います。今回結構長いです。結構長い。なので、1日5周を目安にやっていきたいと思います。では、今日は5周、明日も5周か。長いね。行きます。はい、1周目。お、いいぞ、いいぞ、いいぞ。まあこれはいらないんだけども、横ソウルダンサーいい、フロストスレイヤーまあいらないけど見た目は好き、毒の雲1ダメ。こっちはいやーこれフォーカスつきそうだな。でもソウルフォーカスだったらありだからね。なんだ、おお来た来た、当たり、大当たり、最強のソウルビルド用の防具ができました。一発目からよ。来た。ソウルフォーカスでしょ?で、魂の袋、球根の、あ、違う、球根はないわ。魂の袋と、クールダウン、ポーションバリアか。わ、最高だわ。最強のやつ出ました。一発目から。よし。まあまあ、とりあえず、あと9回だね。うん。今日4回、明日5回で。いや、これなんか楽しみだ。もっと出そうな気がする。2回目は、まあ、良くないね。これは、ダメだと思う。フレイル、衝撃1、下流の、テンポ1。これも良くないでしょう。爆発とかじゃない?クリーチか。いりません。次。次行きましょう。ホークブランド爆発1ダメ。スイートは後で見よう。悪夢は、使えるね。使えるけども、このシリーズはいらないかな。まあまあ、スイートツース見てからだ。音は好き。ミョーミョーミョーっていう音は好きだけども、性能はいまいち。あー、ソウルフォー、なんか今日ソウルフォーカスがつく日なのかな。まあ、とりあえず、虚無さんのこっちにしときましょう。ダメだね。もう見た目でよろしくない。毒1。ショックウェーブよく出る。最近よく見る。太陽の矢、1を使える。重力1。1を使える。下には虚無がついてるんで、リフレッシュと、まあクリティカルか追い打ちだろうね。を入れてると無難かな。でもすでにそれっぽいのは持ってるからいらない。まあ今日はラスト、次行きましょう。はい、物が良くない、物が良くないんだこれ。クリーチダメ、ファイアブランド、虚無にダメ、フロストバイト、無謀に絶対ダメですね。ではまあ明日ね、また頑張っていきましょうか。物が良くない。それでは今日も頑張っていきましょう。でコメントありがとうございます。なんかね、締め具、あ、じゃない、怒りか、うん、覆われた怒りが全く出ないんだけどっていう話がコメントで来たんですけども、その通り。うん、俺も最近本当に、覆われた怒りは見ないね。全く見ません。あと、締め具。あと、勇者と英雄。全く見ない。多分、ここ、3週間、いや、1ヶ月近く、出てない気がするけどな。やっぱりなんかね、出る装備、出ない装備、決まってると思うんだよな。うん、これは出にくい、これは出やすいってやつが絶対あると思う。うん。で、怒りと締め具と勇者と英雄は出にくい。本当に出ない。まあまあいいや、とりあえず行きましょう。コメントありがとうございます。グリーンメナス、ショックウェブ3、クリーン2、三条終焉どうだ?重力ついてないからいいかもしんない。ダメです。次行きます。次は、続々。あ、ファイアボルトスロワーも久しぶり見たな。ファイアボルトスローは久しぶりだなぁ。リフレッシュ1ダメ。ケーブクローラー。破壊フォーカス1ダメ。ファイアボルトは爆発。弓に爆発はいらない。ダメ、次。はい。
物がいい、物がいい。まあでも本棒はもう持ってるんだよな。あ、爆発、微妙なところ。いいんだけどね。ビーハイブは、おお、ドクフォーさん、おお、いい感じだよ。さんさんと来てる。火炎フォーカスがないのが気になる。あー、いや、珍しいね。ビーストボスか。いや、でもこれで、ペットビルドは使わないかな。まあまあ、一応持ってても良さそうですね。うん、ぼちぼち。はい。ピグリンは、ちょっと欲しいかな。ハイランド、霊気1段目、リゾルト、テンペスト。これ強いよ。強いけど、まあ持ってる。リフレッシュ3だったら嬉しい。輝きか、攻撃速度早いんでね。輝き入れてもいいね。でもリフレッシュも欲しいところ。まあ、輝き、リフレッシュ両方入れて、あと2つにクリティカルと重力とか入れればいいかな。火力も十分出て、耐久力もあるやつになるんじゃない？あ、悪くないね。一度使ってみてもいいかもしんない。黄金ピグリン。臆病か。まあ一応こっちだね。で、次がラストです。はい、ラスト。ラストです。終わった。ホークブランド。まあ、虚無にでも使えるね。で、しかも、下に、重力、リフレッシュついてる。で、一番右を、なんか火力1個入れたら、使えるんじゃない？クリティカルはもともと入ってるので、火力はありますんで、まあ、追い打ちか、ダイナモあたりかな。全然使えると思う。まあ、できれば3がいいけどね。で、ピグリンの誇りは、いいやつも持ってるからいらないんだけども、リフレッシュさん。弓にリフレッシュあんまりいらんかな。で、ピグリンアーマー、最後。はい。ダメです。ヘルスシナジー。3だったらよかった。3だったらいいけど、1じゃダメですね。はい。ということで、今日は10周行きまして、一発目にいいの出たね。あれは嬉しかったな。まあ、今度ね、ちょっとそれ、使ってみようと思います。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。